여러분, 안녕하세요. 네, 皆さん, 하츠온키레이데스네. 뭐,自然に出てきますね. じゃあ,今回では数字が出てきます. 皆さん,よく聞いてみてくださいね. じゃあ,들어보세요. 서울역은 어떻게 가요? 지하철로 가요. 몇 호선을 타요? 4호선을 타요. 지하철 요금은 얼마예요? 1,000원이에요. 그런데 현우 씨 생일이 언제예요? 6월 1일이에요. 그럼 이번 주 일요일이에요? 아니요, 토요일이에요. 서울역은 어떻게 가요? 지하철로 가요. 몇 호선을 타요? 4호선을 타요. 지하철 요금은 얼마예요? 1,000원이에요. 그런데 현우 씨 생일이 언제예요? 6월 1일이에요. 그럼 이번 주 일요일이에요? 아니요, 토요일이에요. 皆さん, どうですか? 単語とか文章よく聞き取れましたか? ねえ、 どんな単語を聞き取れましたか? ねえ、 いいですね。 지하철, 서울. ねえ、 素晴らしいですね。 자, そしたら 今回の 内容, 本文の 内容を 見てみましょう。 まず, さやかさんから言いますね。 서울역은 어떻게 가요? 서울역은 역, 駅です. 서울역, 서울駅. 서울역은 서울駅와 ですね. これも역은 명언가 されてますね. 자, 어떻게, どうやって 가요? 行きますか? ね, 요타이の疑問문 가요? って 어떻게, これも비운の激音感になって 어떻게になりますね. じゃあ、それで현우さん 지하철로 가요? って言いますね. 지하철로, 지하철, 지하철, 로와 この交通手段の 何々での意味で ろですね. 지하철で 가요, 行きます. ね. それで、さやかさん、 몇 호선을 타요? ね, 몇 호선? 예, 토선. 이렇게 기억하이나って. 몇 호선은 何号線に乗りますか? 実は、乗るは何々に使いますね. 韓国語では、 何々に乗るは、을를 타요,になりますね. それで、女子、注意してくださいね. それで、현우さん、 4호선이요,って言いますね. 4号線です. よ,と言います. それで、さやかさん、 지하철 요금은 얼마예요? 지하철, 지하철 요금은, 料金は, 얼마예요? いくらですか? よく観光した時に使いますね. 이거 얼마예요? これは いくらですか? よく使われますね. 얼마예요? って言ったら 현우さん 1,000원이에요. ね, 数字が 出てきましたよね. 韓国語の お金は 원ですね. それで 1,000원이에요. 1,000원ですよ. さやかさん
그런데 와다요 카에마스네. 도코로데 현우 씨 생일이 언제예요? 현우 상 오탄조비와 이츠데스카? 때윤데스네. 그래서 현우 상 6월 1일이에요. 수지 데데키마시타요네. 6월 6月 1일 1일이에요. 데스. 사야카상 그럼 소레데와 이번 주 일요일이에요. 이번 주 콘슈 일요일이에요. 니츠요비데스카? 데이따라 현우상 아니요 이에 토요일이에요. 토요일이에요. 데 고타에마스네. 자 공카데와 수지 요비 데테키마스네. 소레오 시카리 오브에나가라 벤쿄시마쇼. 자, 수지 学びましょう. 수지には 漢字からできた 수지と 皆さん123 漢字から出てきましたよね. それ 123 っていう 수지と 1つ2つ3つの 하나 둘셋の 수지を 勉強しましょう. でもここでは 123に当たる 123 の韓国語の数字を学びましょう。じゃあまず0、2つありますね。0だったら4、5って言うんですね。そしてあと1だったら1、2は2、3は3、似てますね。4は4、5は5、6は6。 7は7、8は8、9は9 10は10 で呼びます。読むんですね。じゃあそれでこっちからこっち10まで0から10まで8をやってみましょう。4、5、4、5。いいですね。1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10. 네, 이됐네. 자, 주 아토와 10. 주 1だったら 11になるんですね. 発音してみましょう. 11 11. このように 12だったら 12になります。 これもあと 全部 13 13. ね、いいですね。 このように 後ろが 全部 13 14だったら 14 15だったら 15 16だったら 16 になって 17だったら 17 になりますね。 자, 18だったら 18 19だったら 네, 19. このように発音します。 で、 あと 20だったら 20 同じですね。 2は 2ですね。 10は 10 組み合わせて 20になるんですね。 それ 21だったら 21 このように組み合わせますね。発音は。それでもし30だったら
산또주で30になります。じゃあ40だったらどうですか皆さん。ねいいですね。毛髪を聞きすごいですね。ね40、40ね。50だったらわあ皆さん素晴らしい。ここまで聞こえますね皆さんの発音いいですね。50ねいいですね。このように60だったら60,70ね素晴らしいですね皆さん。ね100だったら100ですね。じゃあ一緒に100ね좋아요100。じゃあ1000は1000ねいいですね。じゃああと万は万です。じゃあ皆さん万ね좋아요。で億万長者億万長者って言うんですね。億です。皆さん億ね좋아요。発音きれいですね。このように発音されますね。じゃあそしてこの数字で皆さん電話番号やってみましょうか。え皆さん韓国の電話番号、まずソウルだったら市内番号が何でしょう。じゃあ市内番号、じゃあ私書きますね。皆さんは発音してみてくださいね。ソウルだったら何て読むんでしょう。これは4号、2つあるんですけれども、電話番号、携帯番号はこの0を0って読むんですね。それで何て言うんですか。0いいですね。ね素晴らしい。0いい。これはハイフン、これを何て読むんでしょう。これは何て読むんでしょう。 A に読むんですね。0いえ、자무시뭐연대이마쇼그래와사이이됐네사이이마타하이픈다따라에니나리마스네소래대자난때영은되쇼네팔칠53ですね。じゃあ電話番号ソウルだったら02-422-8753。 このように漢字の数字で読みます。いいですか。괜찮아요。大丈夫ですか。じゃあ携帯番号ちょっと行きましょうか。携帯番号だったらこっちは090から始まりますね。韓国ではいろいろあるんですけれども、まずじゃあ読んでみましょう。電話番号だったら0ですね。017ねいいですね。017でじゃあ何でしょう。ねいいですね。2、3、5、読んでみましょう。7586になりますね。これ017もあるしね。ね、読んでみましょう。018もありますね。この数字だったら携帯、ヘンドポンって言うんですけれども、この番号になります。じゃあそしたらこの電話番号、전화번호読んでみましょうか。じゃあ一緒に発音してみましょう。02-422-8753
8753. 네, いいですね。 ちょっと長いですね。 でも素晴らしいです皆さん。 자, 携帯は 핸드폰 위에 핸드폰から行きましょうか。 017에 245에 7086. 네, 発音 綺麗ですね。 このように 漢字の 漢字からできた 数字で 電話番号 携帯番号 読みます。 いいですね。 자, そして次は 皆さん地下鉄何号線まであると思いますか? ソウルの地下鉄は 5号線だったら 韓国語で何ですか? ねえ、本文よく聞きましたね。 ホソンですね。 5号線 ホソンです。 じゃあ、そしてこうなったら 1号線 になるんですね。 じゃあ皆さん発音 1号線 1号線 ねえ、いいですね。 それで2号線だったら 2号線 ねえ、좋아요。 자3号線 3号線 ねえ、좋아요。 4号線だったら 4호선 네, 좋아요. 자, 고 자, 고다따라 5호선 네, 좋아요. 이랬네. 자, 6 6다따라 6호선 네, 이랬네. 자, 네, 7 네, 도코니. 예, 여기 있어요. 7호선. 7호선. 네, 素晴らしいですね. 8だったら 8호선. 8호선. 네, いいですね. 8호선. このように, 네, 地下鉄, ソウルの地下鉄, ありますね. 자, そして, 韓国のお金は何々？ウォンですね、最後が。お金。じゃ、ウォンです。じゃ、札、こうなったら、何ですか？チョノン。これ、連音階になって、チョノン。チョノンですね。じゃあ、皆さん。 見たことありますか?韓国の最近できたお金、チョノンですね。じゃあ、皆さん、発音やってみてください。チョノン。チョノン。ねえ、いいですね。これがもし、こうなったら、何ですか?ねえ、いいですね。これだったら、2。ねえ。 これ2枚ですね。 D だから こっちで発音すると 2000원になるんですね。 2000원 ね、 このように 3000원 4000원になるんです。 じゃあ、そしてもし 5000원 자 5000원だったら このように 자, 5000원의 사체가 ありますね. 자, これ. 네. こうなったら 5000원. 5000원. 자, 見てください. 5000원. 자, これですね. この 5000원. 5000원になるんですね. 자, 5000원. 5000원. ねえ、いいですね。じゃあ、次、この。これは、万ウォンですね。発音、韓国では、万ウォン。
万の、になりますね。この万のの、この方が、私たちの韓国語、ハングルを作った方ですね。セイジョン電話って言います。素晴らしい方です。じゃあ、そして、発音やってみましょうか。1000ウォンから1000ウォン。1000ウォン。じゃあ、5000ウォン。 5000ウォン。5000ウォン。万ウォンだったら、万ウォン。万ウォン。あ、見やなんだ。ね、죄송해요。じゃあ、このように、ね、お金のことをやりました。じゃあ、お金、やって、後に、 皆さん、曜日をやってみましょう。じゃあ、このように、ね、お金のことをやりました。じゃあ、お金、やって、後に、皆さん、曜日をやってみましょう。じゃあ、曜日は、曜日って言いますね。じゃあ、曜日。 何曜日ですかって言ったら、じゃあ月曜日、月曜日は何でしょう。知ってますか。月曜日、月曜日は読んでみてください。これも例文化になって월요일になりますね。月曜日です。じゃあ、そして火曜日は何でしょう。あ、어디에있을까요？どこにありますか。じゃあ、火曜日は화요일ですね。じゃあ、水曜日は水曜日。じゃあ、木曜日は木曜日。 発音言ってますね。ね、いいですね。じゃあ、金曜日は、ね、金曜日ですね。土曜日は、土曜日。日曜日は、医療日です。じゃあ、発音やってみましょうか。まず、この月曜日から。 월요일, 월요일. 네, 이랬으네. 자, 次, 가요비, 화요일, 화요일. 네, 좋아요. 수요비, 수요일, 수요일. 네, 좋아요. 자, 목요일, 목요일, 목요일. 네, 이랬으네. 자, 킨요비. 이나사 킨요비 좋아해요. 자, 금요일, 금요일. 자, 슈마츠. 토요일이ですね. 토요일, 토요일. 네, 좋아요. 자, 니치오비. 네, 좋아요. 일요일, 일요일. 네, 이이ですね. このように 요비, 요비で 習いました. 자, 1月は何でしょう? 1月1월ですね。1월。もしこっち、こうだったら、1월1日になりますね。1월1月2月は2월2月。じゃあ、3月3월4月3월5月5월。 자, 진짜 6だったら 6ですけれども 6월じゃなくて 6월になるんですね。発音すると
자, 7. 자, 7월과 7월. 8월과 8월. 9월과 9월. 10월과 10월. じゃなくて, これも 10월になるんですね。 そして, あと 11월ですね。 これは 11월。 になるんです。 もし 12月だったら, このように 12월に 発音します。 자, 1月から 発音やってみましょうか。 1월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 네, いいですね。 우지로모 1일 2일 3일 4일 このように 漢数字が出てきますね。 皆さん、これで数字を学びました。この数字はよく声を出して言ってみてくださいね。ここでは日本語の数字 123にわたる 1234韓国語の数字を学びましたよね。 皆さん 1234 どこに使われてますか？ ねえ、電話番号。ねえ、いいですね。携帯番号。そして、ねえ、さらに、1月2月。ねえ、いいですね。ねえ、素晴らしいです。地下鉄の何号線の何号線、1号線、2号線。イエーイ、いいですね。素晴らしいです。ねえ、このように、あ、そうですね。1月2月だったら、 6月はこのパチンが脱落して発音すると、10월になりますね。そして、この10月だったら、パチンなして、4월に発音されます。それを注意してくださいね。他は、1、2、3のように、韓国語も大体一緒に使われています。 皆さん、どうですか？数字、しっかり覚えてましたか？ねえ、いいですね。必ず覚えてくださいね。それを考えながら発音の練習やってみてくださいね。私の後についていってくださいね。まず、さやかさんから、ソウル역은어떻게가요？ 서울역은 어떻게 가요? 지하철로 가요. 지하철로 가요. 몇 호선을 타요? 몇 호선을 타요? 4호선이요. 4호선이요. 지하철 요금은 얼마예요? 지하철 요금은 얼마예요? 1,000원이에요. 1,000원이에요.
그런데 현우 씨 생일은 언제예요? 그런데 현우 씨 생일이 언제예요? 6월 1일이에요. 6월 1일이에요. 그럼 이번 주 일요일이에요. 그럼 이번 주 일요일이에요. 아니요, 토요일이에요. 아니요, 토요일이에요. 네, 좋아요. 대단해요, 여러분. 자, そして, 私が 사야카사, 皆さんが 현우さんに やってくださいね. 私から 言います. 서울역은 어떻게 가요? 몇 호선을 타요? 지하철 요금은 얼마예요? 그런데 현우 씨 생일이 언제예요? 그럼 이번 주 일요일이에요? 네, 素晴らしいですね. 자, 한타이데 미나상과 사야카사, 아다시가 현우상이 낫때 렌슈 야테이마쇼. 자, 사야카상から 지하철로 가요. 4호선이요. 1,000원이에요. 6월 1일이에요. 아니요, 토요일이에요. 네, 좋아요, 여러분. 素晴らしいですね. 자, 次回 12課では 今何時ですか? 時間を尋ねますね. それでは皆さん楽しみに待ってくださいね。では、여러분, 또 만나요.